はい、えー、それでは11月29日の3問に入っていきます A は B に100万円を貸したその際の金銭消費貸借契約の特約で貸金債権につき消滅事項の利益をあらかじめ放棄する旨を約定したとしても その特約は無効となる。丸かツかという問題ですえ。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。まず、え金銭消費対策契約。これっていうのは、まあ、貸金契約ですね。お金を貸した時のえ契約です。で、えー、約定するってこれ、まあ約束するってことですね。約束する。まあ、特約っていうのも、まあ、契約、約束です。 なので、今回の問題を簡単に言うと、A が B に100万円を貸して、貸し金の契約を、えー、締結したと。お金貸しましたよね、借りましたよねっていう契約をしたと。そして、時、え、効、ー、の利益をあらかじめ放棄する旨の、まあ、特約をした、約束をした場合、その約束っていうのは無効となる、丸かばつかという問題です。で、答えはこれ、丸ですね。時効の利益をあらかじめ放棄することはできません。そのため、えー、本文のような特約っていうのは無効になるんですね。 でこれっていうのはどういうういいこことかか理解でできていますでしょうかこのルールっていうのは理解をすれば当たり前のことを言っているってことに気づくんですねただちょっとここで解説すると長くなりますので個別指導の受講者様にはこのような分かりにくい部分について具体例など使いながら動画で解説していますなので受講者専用のメルマガの方から動画ご確認ください宅見試験自体難しくはないんですね で難しくないけれども理解していないから難しく感じてしまうんですよ単に覚えるだけつまり今回の問題でいうと時効の利益はあらかじめ放棄することできないとこれを覚えるだけだと、まあ、試験日に大体忘れてしまうんですねそうすると得点が伸びないということになってしまいますので勉強の仕方には十分注意しましょう丸暗記学習じゃなくてちゃんと理解をしながら学習するという理解学習をちゃんとやるということですね まあ、理解の仕方については個別指導で解説させていただきますえ個別指導についてはえ動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいで問い2ですねえ、宅建業者は国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存すればよい、丸か×かという問題ですで答えは×ですね 従業者名簿については10年間保存しなければいけません。これは最後に記載した日から10年間です。まあ、問題文では最終の記載をした日ってなっているんですけども、これはまあ最後に記載した日ですね。から10年間保存しなければなりません。で、対比して覚えていただきたいのは帳簿ですね。帳簿。帳簿については各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存ということなんですね。 で、この各事業年度、これ何かっていうと、会社っていうのは決算期っていうのがあるんですよ。例えば、3月末決算なのであれば、事業年度っていうのは4月1日から3月末まで、これを事業年度っていうんですね。なので、その末日っていうのは3月の末です。だから3月末に1回閉めますよね。決算だから閉めるわけですよ。閉めた後、5年間保存してくださいねっていうことですね。 まあこれ、意外と知らない人いるんですよね。なので、えー、こうちょっと頭に入れておくと、この内容も理解しやすいんじゃないのかなと思います。で帳簿について、まあ、宅建業者が自ら売り主となって新築住宅の取引をした場合っていうのは、その取引については10年間保存しなければなりません。なので、この1から3ですね、この3つはもう対比して、一緒に頭に入れておきましょう。で問い3です。 防火地域内でかつ近隣商業地域内にある耐火建築物については憲兵率の制限は適用されない、丸るか×かという問題です。えこれ答え×ですね。防火地域内にある耐火建築物で憲兵率の制限がなくなるのは憲兵率の限度が10分の8の場合なんです。つまり、防火地域内かつ耐火建築物かつ憲兵率が10分の8、この3つを満たす場合に限って、 率の制限がなくななくるっていうことなんで、すねで商業地域の憲兵率、これっていうのは10分の8って決まってましたよね。まあ、これは、えー、一昨日ですかね、飲めルマガでもお伝えした内容です。で、今回の問題文は商業地域ではなくて、近隣商業地域なんです。で、近隣商業地域の憲兵率っていうのは、10分の8ではない場合もあるんですね。具体的には10分の6の場合もあるんですよ。 10分の6もしくは10分の8。まあどちらかなんですね。これ都市計画で決めるんですけれども、まあどちらかなんです。したがって10分の6の場合だと、憲兵率の制限がなくなるというルールは使えないわけですよね。したがって誤りになるということです。一応問題文確認しておきますね。防火地域内で、かつ、近隣商業地域内にある対価建築物ですよね。まあここの2つは要件満たします。防火地域、対価建築物。ここは OK なんですけども、 近隣商業地域、ここについては、検閉率がの10分の6の場合もあれば、10分の8の場合もあると。で、10分の6の場合は、憲兵率の制限、適用されます。従って、誤りになるということです。できちんと考えれば、答えを導けるっていう問題って、意外と多いんですね。まあ、このきちんと考えるっていうのは、きちんと理解するってことなんですけれども、そういった問題って非常に多いんですよ。で、多くの方がきちんと理解せずに、丸暗記をするから、結局、本試験の時に、忘れたってなっちゃうんですよね。 まあ大体、本試験も頭真っ白になるんですよ。これっていうのは、もうどれだけ勉強してる方でも、やっぱ同じなんですよね。もう誰でも緊張します。私もやっぱ緊張するんですよ。本試験の時って。で、緊張して頭が真っ白になるっていうのを前提で勉強をしてるんですね。頭が真っ白になるからこそ、丸暗記じゃダメだなと。理解できるものについてはちゃんと理解をしようっていう風な方針で、私はずっと勉強してきました。で、実際、個別指導でもそのようにお伝えをしてるんですね。だからこそ、一回でも合格できるわけですよ。 なんで、もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、個別指導をご検討いただければと思います。まあ、同じことになるんですが、動画の下の概要欄に個別指導の URL を貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。